ガオちゃんの西成チャンネル。西成くすみます芸人ガオちゃんです。ギャオ。はい、ということでですね、今日はですねちょっと準備してきました入船温泉さんで、定休日なんですけど、こちらを貸し切って西成銭湯サウナ祭りというのをね、今日開催する当日となっております。今日4時から、こちらを貸し切って、銭湯、今までちょっと練習したサウナでのアウフグースとかサウナストーンにアロマ水をかけて、その蒸気をタオルでお客様に浴びせるというのがね、アウフグースというと練習したりとかやったんですけども、今日初めての来ましたね、老流修行タオルも上手でもう上手で、いや、ガオちゃんさんが巻いてたタオルがね、僕の上を押してきたんですで、おめでとうございますって言って、サウナブーケです、次回あなたが老流できますみたいに言われたんです僕やからよかったですけど、一般の人絶対ダメですよマジで最高でしたね、今まで見た前説、どの前説より最高のトークを聞きましたね、ガオさんの。あ、思いますか。今まで僕が受けた熱波で一番良かったんじゃないですか。ほんまか、はい、すごい楽しく、気持ちよかったです。はい、やって、ちょっとね、イベントして、こう、銭湯をさらに盛り上げていきたいなと思っております。ちょっとね、貸し切ってのイベント、こんな初めてなんで、ちょっとね、どうなるかわかりませんけども。はい。いいイベントにしてね、できたらなと思います。入船温泉さんにもね、たくさん協力いただいたんで。一応、銭湯、そしてサウナ、サ飯、ご飯もちょっと準備して、で、ちょっとミニお笑いライブとかもやったりして、楽しい一日にしてやりたいと思いますので、よろしくお願いします。西成チャンネル。ちょっと開店前に、いろいろ、椅子とか並べて、普段とは違う仕様にして、はい、お祭りモードにしたいと思います。大将、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、着替え中です。すいません。サウナで、アウフグース。こちらで、熱波をやって、タオルでアウフグースも何度もやらせていただきたいなと思っております。皇族も今日は手伝ってくれます。お願いします。ちょっとこの、いろいろポスターを作ったから、はい、これを、浴槽とかに貼って、はい、ちょっとお祭り感出していこうかなっていう感じで。はい、こういう感じで、ちょっとね、豆知識とか。はい、手作りですか？こういう感じで。うん、手作り。ちょっとね、楽しんでるような、はい、ちょっとイベント感出てきました。今日は、水着での、イベントなんで、普段は入らない女子風呂とかも、水着で一時できるというイベントだったので、こちらもちょっとね貼り付けしていきたいと思います。朝、おはよう。しげむのさんがうどんのセットを持って、なかなかのうどんの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。チュルチュル。お客さんがもう来てるんで、ちょっと場所作って、そろそろ、開場したいと思います。じゃあ西成チャンネルを放映するっていうね、トリッキーなことも僕の YouTube を流してるっていう。まもなく、西成銭湯サウナ祭り会場です。ちょっとでもな、お客さんがちょっと流れ。西成チャンネル。始まりました、はい、ライオンの西成銭湯サウナ祭りでございます。ありがとうございました。始まりましたね、はい、よいしょ。高蔵です。どうもよろしくお願いします。まだ山田です。ネッパネッパ。よいしょ。皆さん今日はいっぱい楽しんでいってください。はい、お願いします。皆さん普段写真撮れないんで、写真撮ったりして楽しんでいただいております。今回のイベントのために作られた顔はめパネルでございます。まあ、いろいろこう書いてるんですけど、今日関わってる言葉ばっかり書いてる。我ながらの力作のちょっと撮られましたけど、どんな感じですか今。ネッパネッパ。いや、素晴らしい。ネッパネッパ。お疲れ様でーす。一発目かましたいと思います。まだ入れます。一発目かましまして、これをあと4、5発かますことになると思うんで、
で、お笑いライブもあるんで、まあ、頑張りたいと思います。楽しいですね。なんかみんながこう、お風呂を、楽しんでる感じがまたいいですね。はい、これを伸ばしてやっていきますわ、はい、結構盛り上がってるよ、なんか空気、はい、イベントが出てます。イベントが出まくり。食べたこれ、うん、めっちゃうまそうやな。やばっです。本格的ですな。すごいやん、卵サンドって俺思ってたよりハンバーガーやね。お待たせしてます、卵サンドです。ハンバーガー食べてる感覚。あ、ほんまですか。トマト入ってる。トマト入ってる。手で切ってるから生きてますね。うまそう。うどん1人入りました。よいしょ。うどん入りました。拍手が起こっております。うまそうですな。うどん1人前出て拍手いただいております。なぜでしょう。熱いね、熱波熱波。お待たせいたしました。完全手打ちうどんですね。完全手打ちうどん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バナスファンの水野さんが来てくれました。いや、サウナ好きやから、はい、ガオちゃんやってんのを見てて、はい、で BS でもねやってる、はい、ちょっと今日は覗きに来たんやけど、はい、まだ山田もおるし、何どうするこれは今から何が。あ、普通に入ってこのまま水着で入ってもらっても、うん、で30分ごとにロウリュウ、うん、アウフグースやるんで、うん、いかがでございますか。いや、まあ、普段サウナ好きなんですけど、はいはい、ガオちゃんのあのガオパオゲームっていうなんかね、はい、やって、はい、携帯こんなサウナ出たら潰れんちゃうって言ったんですけど、はい、ちゃんと潰れてました。潰れましたね。高温で機能不全になりました。整いました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。また来てください、ま、西成チャンネル食べたー。いくよゼロやね。ゼロやね。映画で言ったら、うん、V6 の岡田君が主演のトップ隊の映画です。永遠のゼロや、ね。永遠のって言ってるやない。本当に私みたいな。さあ、じゃあ。やばいです。人間の限界超えるぐらいサウナでアウフグしましたね。だいぶやりましたね。やりきった感じあります。いや、ほんまにやりきりました。もう皆さんいい笑顔でしていただいて、はい、渡したいです、はい、あとエンディングして終わりたいと思います、はい、やっぱ何回したの8回ぐらい8回したの行って水が終わるどこ行っちゃってる。終わりやって。これ見てガオちゃん終了。今日で。よっしゃー。はい、それでは西成銭湯サウナ祭り in 入船温泉これにて終了。せーの。ガオ。今日は楽しんでいただけましたでしょうか。いや、もう最高でした。あ、そうですか。整いました。ありがとうございます、はい、僕も初めてイベント参加したんですけど。あ、そうなんですか。あの、超楽しかったんで。あ、マジですか。またしてほしいです。はい、今後ともよろしくお願いします。お願いします。あ、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、でも男風呂に水着で入るって、はい、なんか銭湯で初めてだったので、はい、それがなんか面白いっていうか、うん、不思議な感覚で、はい、銭湯でなかなかないですもんね。そうですね、サウナ施設でレディースであるんですけど、はいはいはい、なんかこう普通の銭湯で、はい、こういう街のあで男女混じって入るの初めてやったんで、はい、ありがとうございます。そういうほっこりしたイベントで、そうなんですよ、好きになりました。ありがとうございます。楽しんでいただけましたでしょうか。はい、めちゃくちゃ楽しかったです、はい、あ、ほんまですか。よかったです。またちょっとなんかこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、なんとか西成銭湯サウナ祭りなんとか無事終わることができまして、ありがとうございます。ありがとうございます。ガオちゃんのおかげで盛り上がって、いやいや、ちょっとね、皆さんも、はい、手伝っていただきまして、はい、ちょっとね、どうなるか分かりませんでしたけど、なんとかなんか楽しんでいただけたらなという感じで、またこう銭湯をちょっとね、これからまた楽しんでいただけたらという、はい、人がね、増えたらいいですね。それ、はい、またなんかこういうことができるようにやれば、またさっきやってみたら、はい、よかったです。まあ、ほんま斬新なイベントで合ってるんかどうかわからんかったですけど、なんか良かったです。はい、はい、ということで、はい、はい、すみません、ありがとうございました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。それを掃除をして終わりたいと思います。
めっちゃ綺麗になりました。はい、OK とかいつも全部洗いまして、綺麗になったら気持ちいいね。綺麗に入れてるのはこういうね、掃除のおかげっていうのもね、分かってよかったです。気持ちいいです。来てください。はい、ありがとうございます。ということで、掃除もできたので、これにて、本当のジエンドでございます。ありがとうございました。じゃお。そして西成チャンネル、サウナ好き、銭湯好き、すべての人に朗報です。第2回西成銭湯サウナ祭りが7月17日月曜日、西成の銭湯入船温泉さんで開催されます。こちらですね、前回に引き続き、銭湯サウナそしてサメシお笑いがね、一つになった、いわばもう銭湯サウナフェスでございます。そしてこちら夏ということで、今回は、整い夏の陣ということで、かなり整っていただこうと思っております。前回もかなり、楽しいイベントで、サウナーさん同士でも、結構ね、交流ができたり、笑いあり、サメシあり、整いありの、本当にもうこれさえあれば、もう一日夏の思い出になるイベントになってますので、はい、ぜひ7月17日2時から、8時まで、ございますので、ぜひ、こちらチェックして来ていただけましたらと思います。それぞれね、こう入船温泉さんとかそれぞれ出演者、はい、に、メッセージ等を送っていただきまして、詳細確認とか予約していただきたい。予約していただけたらなと思います。一応私たちライオンうどんと、熱波をやってる熱波師芸人のまだ山田くんと、世界の構造くん、アメリカスコットタレントにも、出演した世界の構造くんも、来てくれまして、みんなで仰いだりご飯食べたり、お笑いもやります。銭湯とかサウナ初めての方でも、お笑いとか全て初めての方でも、ぜひ来てください。また、詳しい告知またおいおいまた、上げたりもしますんで、まあ一旦こちら皆さん予定入れていただきましたら、嬉しいです。それでは、あその日限定の水風呂とかもあるんで、ぜひ来ていただけたらと思いますので、この7月17日は絶対、入船温泉さんにみんな集合でございます。ギャオ西成西成西成チャンネル。